ずらりと並んでいるのは修理を待つ車。札幌市内の自動車整備工場です。修理待ちのこちらの車両なんですが、前方部分のバンパーがこのように割れてしまっています。バンパーが割れている車は他にも、さらに工場の一角へ進むと、今年冬で雪が多くてバンパーが割れることが多かったので交換したバンパーになります。これで全部ではなくてまだまだありますね。今年は記録的な大雪に見舞われた今年、デコボコ路面が相次ぎ、車体を大きく揺らしながら進む車が多く見られました。中には底の部分が壊れる車も。こちらの整備工場でもデコボコ路面で傷ついた車の修理依頼が今もなお続いているといいます。普段はタイヤ交換とか整備がメインになるんですけれども、板金工場でも整備しきれない、いっぱいになってしまっているので溢れてこっちの方に入ってきてますね。例年よりも2倍、3倍くらいは多い感じてますね。予約はゴールデンウィーク明けまでいっぱいだということです。こうした車の故障、放置すると危険なことも。前方部分が焼け焦げた1台の車、原因はヘッドライト部分からの出火です。今年はですね、特に記録的な大雪もあったと思うんですけれども、やはり同様の事案で発生する件数が例年ですね、1から2件の発生になっているんですが、今年についてはすでに3件発生しておりまして。車の進行方向を照らすヘッドライト、電球のバルブは点灯時には500度以上の温度になるといいます。デコボコ路面を走ると衝撃でヘッドライトの結合部が緩み、周りの樹脂部分に触れて出火するケースも。細かな振動が継続的に続く場合も、固定部分が緩み脱落するということは十分に考えられます。車の正面に立ってバルブの位置に傾きがないか、また壁にライトを照射するなどして光の高さに左右差がないかといったところを点検していただければと思います。行楽シーズンが近づく春本番、消防は車両に不備がないか点検するよう注意を呼びかけています。